毎日ブログ生活1106日目アロンアルファが手にくっついた時の対処方法をお話ししたら、発熱についても詳しく聞きたいとの依頼を受けました。今日は発熱は危険についてお話しします。髪を切りたいタイミングでなかなか髪が切れない。久留米でボンドを専門に販売している末真こと末安真珠です。今日も張り切ってお願いします。エースボンドの総合理念、人と人をくっつけて夢を叶える。今日のお題はアロンアルファの発熱は危険。昨日のブログではアロンアルファが手にくっついた時の対処方法をお話ししました。1月9日のブログ、その中でアロンアルファが高熱を発することをお伝えしました。お客様からアロンアルファが発熱するなんて知らなかったとのコメントをいただきました。これはアロンアルファだけではなく全ての瞬間接着剤に言えることなので詳しく説明します。このような事例があります。厚紙の上で強力瞬間接着剤を使用していたら一滴垂れてしまった。なかなか乾かないのでそれをティッシュで拭き取ったら指にものすごい熱を感じた。慌ててティッシュを指から剥がしたら米粒大の指の皮がえぐり取られ出血した。これは瞬間接着剤の成分であるシアノアクリルレートという化学物質は布、革などの繊維質のものに付着すると染み込んで広がり、硬化反応が急激に進み、反応熱で急激に温度が上がることがあります。このタイプの瞬間接着剤には布や衣服等に付着すると発熱し、火傷の恐れがあるので注意するといった表示が書かれてあります。上記の事例ではティッシュで拭き取った際に瞬間接着剤がティッシュに染み込んで広がったことで発熱し、熱いと感じて慌ててティッシュを剥がしたため接着していた皮ごと剥ぎ取ってしまい出血に至ったと考えられます。場合によっては100度 C まで上がることもありますので十分に注意してください。衣服について発熱した場合は脱がずに衣類の上から冷水で十分に冷やしてください。布や紙を瞬間接着剤で接着する場合は瞬間接着剤ゼリー状をご使用ください。作業時は布製の軍手の使用は避け、ポリエチレン製手袋などをご使用ください。アロンアルファ瞬間接着剤の使い方動画、それではご注意ください。今日の一品です。愛媛さんの紅マドンナは本当に美味しかった。めちゃくちゃ甘い。ではまた。末真でした。